皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。Today's episode is 変スレしたらスライムだったけんの2期の後半14話でございます。さて、入っていきたいと思っております。魔王様、今日は何をしますかね。Let's go! ここは一体西方帝国ルベリオス。一体どんな場所やろうが。おお、クレイマンのやつら来てんのか。なんやねんあんた。関西弁攻撃。なんでヴァンパイアがおんねや。あ、ヴァンパイアなのかこいつ。はあ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 、ヘルシングのあの、え、殺されたん、あかんやん。え、あのクレイマンの部下がなんか ルミノスというやつらにやられてんねんか。え、ちょい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 、俺が思ったんやけどさ、これを見て、ヘルシングにはあのなんか神父の人いるやんか、あの人に似てくない、今の男。なんかちょっと逆なってんだよね。あ、結構英語の入っている新しい OP ですね。 Believe that makes me who I am. Something fades away. Nice better. ちょっとわかんない。 I know it's not an easy roadEven if we're wrong, don't be sad. 感じたい destiny. 目を覚ますんだ Break. Get up now. Stronger. I believe myself. Get up now, shining. I'm gonna lose control.この世界をって言ってんのかな。照らす僕らの画面に Let me shine like flames って言ってるのかな。ワンちゃんラプラス死んだやつか。もう死んでなかった。ほんまか、使えんか。なんか誰か漫画読んでるけど。君は嘘つきだからね。ひどいよ人やな。ほんま同情してまうで。知らずにアンさんの計画に巻き込まれとるあのスライムには、アンさんとはグランドマスターの顔とひんまった野望を同居させとるエンジン、勇気かぐら坂へんや。ほう、もう一人のそういう転生者がおったんやな。何が？ああ、僕の中にいた君たちの会長の魂は無事にホムンクルスに定着したよ。会長が復活。会長ってのは誰ぞや。さっきからそこにいるって。え？この子？このベッピンさんが？しかもホムンクルスっていうか。魔王カザリームか。なんで会長なんやろ。クレイマンもこの人の部下なんや。へえ。魔王カザリームの完全復活とはまだいかないんだよね。まあな、正直なところ前世紀の力には遠く及ばない。レオン・クロムウェル、忌々しい野郎だ。レオン・クロムウェルって誰ぞや。こいつがなんかボスの上のボスの上に何かボス。クレイマン全然クレマクちゃうかったんや。
何笑ってんだわれ。西方聖教会なんか掴めたんだろ。ほうほうほう。隊長がボスと呼ぶならアンさんはワイにとってもボスや。駆け引きはなしで語らせてもらいますか。西方聖教会本部には怪しいものは何もなかった。そりゃ参拝者なんかも来るんや。わかりやすくヤバいもんが置いてるわけやないと思っていたら、ふんよ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 。あそこやばかったんすよ。ほんで我はなんで死んでないの？それ思ったんやけど。さすがヴァンパイア。あらら、魔王ばっかやないか。やつは前世紀の俺と互角だった男なのだから。ひょへ。昔、やつとやり合うたび、周辺の被害が大きすぎてな。それで話し合い、多数決で決着をつける風習が生まれたんだよ。もしかして、古きす？ええ、三名の票で発議というのは、魔王が七人だった頃の名残でもあるのよ。なるほどな。バレンタインもいて、このカザリームもいて、ミリームもいて、これが昔のやつらでしょ。何か変なことは起こってるねえ。そうだと思うぜ。さすが。はいよ。でもこの勇気とやら、えぐい強さがあるんでしょうね。ボスのボスやから。ぷにゅぷにゅ、新しい魔王族。ぷにゅぷにゅ。新しく第二使者になりました、ディアブロ。以後お見知りおきよ。そしてジュラの森の管理者として、ドライアドのトレーニーです。テンペスト側の紹介になります。続きまして、来賓の方々を紹介します。頑張るな。国家ドワルゴンよりガゼルドワルゴ国王。いらっしゃいまし。こいつらのボスはやられてしまったもんね、ミリムちゃんに。ギルドマスターのフューズ様。そして今後のパルムス王国を代表して、まだ決まってないけど。お前ら仕立てようとしてるだけなんだよ、新しい政権。いわゆる第二次大戦のフランス。バイマヒ政権。って名前だったっけ、ちょっと忘れてんやけど、フランスを一瞬で倒したらもうドイツが選んだ政権がベルドラ。よくお似合いです。サイズもぴったりのようですね。そうであろう、実にナイスな衣装だ。まあみんなびっくりするだろうな、これは。ベルドラ君。まあ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 、せやな。だね、幸運だよね。思い出した、タイ行った時にジャングル行ったらね、看板になんか運が良ければトラに出会いますって書かれてたんだよ。あ、そうなんだ、運が良かったらトラに会えるんだみたいな。
怖すぎと思ったんだよ。その同じ幸運だろ。受けるわ。あるんだ。おい、早いやん。てかあんたらちょっと遅すぎない？いろいろ決まんのじゃ、そんないちいち。どういうことだ？オフリュ・ベルドラが復活したぞ。復活したんですよ、それが。私が復活させた。私は魔導王朝サリオンの天帝陛下より全権を任されています。へえ、そうなんだ。いけるやん。へえ、転生も喋るんだ。ベルドラと会ったこと、そしていろいろあって魔王となり、死んだ仲間たちを蘇らせ、さらにベルドラの、まあ信じがたい話ばっかですね。で、今に至るということだ。はあって感じだよね。当たり前や。本当に本物の暴風竜なのですか。本当に本当の暴風竜で。邪竜の名を語るような愚か者など、人間にも魔物にもおるはずがない。ねえ。よし、さてや。どうしたものか。公表するか隠蔽するか。どちらにしても西側諸国は問題あるまい。我が魔導王朝サリオンも天帝陛下に報告するだけでよいが、問題はまあまああいつらとやり合うことにはなりますね。へえ、そうだったんや。考えてますって、そんな上からじゃあかんよ。そのなんとか、敵に対してやろ。俺たちは同盟やから。まあね、来れてよかったな、あんたら。大変、有儀な。同盟同盟。いや。確認ってのが重要だ。なんなら契約書きましょうや、同盟書。そういうなんか覚書とか不分立了解よくないからな。まあね、あんたらが責任者だよね。娘が新しい魔王を生み出したようなものですからな。ですがそれを知ってい
ので、リムの殿を見極め、万が一の場合は討伐部隊を派遣することも視野に入れ、私自ら出向いたという。討伐部隊とかそれひどくない？あんたら倒せるか？問題は。先ほど申した通り、有効を選びます。ベルドラも同時に無理だろ。あれ一人いなかったっけ？あいつも消えたっけ？やば、隠蔽やん。隠蔽すぎ。いやでも20万殺されたやつらかわいそうなやつ多いやで。あんたの燃料となったやつら。さて、大丈夫か？こんな重要な話、あらかじめ聞かせといてくださいよ。あれ、言ってなかったっけ？まあ、過ぎたことはもういいだろう。めっちゃ漫画読んでるやん。お、元気出てきたね。たく、上になんて報告すれば。では、それお前の仕事やろ。まずは今までの経緯から。ぐちぐち言うな。さて、盗み聞きしてるやつは多すぎだろ。そして君の町がね、邪魔なのよ。だから潰すことにしたの。こいつひどいよな、ほんま。まあ今のリムルはこいつよりだいぶ強くなったと思うんだけど、魔王になってるし、だけどこいつの上に立ってるあのバレンティーン、さすがに難しいやつやわ。おお。彼女は自分を頼ってきた者に必ず手を差し伸べているんです。助言を聞かなかった者は相手をしないそうです。つまり理性的で合理的な考え方の持ち主なんです。でももしかして彼女は誰かに洗脳されてるとか。さすがは情報操作に長けたブルムンド王国のギルマスだが、世の知り得るものと同じだと証明しておこう。我々の情報とも同じですね。ルミナス教の教義を破ったことは一度もなく、最も模範的な騎士。だからそのルミナス教義ってのは、それほどのものならなぜ召喚儀式を阻止しようとはしないんだ。子供を異世界から無理やり連れてくるなんて、どう考えても許されることじゃないだろうに。彼女が各国の召喚を見逃していたかどうかは本当のところはわからないでしょう。異世界人を呼び出す召喚魔法は公にはできぬ禁断の秘儀でしょう。西方諸国評議会では禁止事項に指定されていますし、問われたところで国家としても簡単には認めるでしょう。とはいえみんな結構召喚しまくってんだよね。あちこちにめっちゃいるもんな。おお、それでか。あいつらほんまなんやろな。ベルドラ？違うか、ディアブロさん。いやいやいや、待ちましょうや。ここは秘書ナンバーワンって。
でも殺さないでいく。あなたには秘書の心得を教わった恩があるので言いたくはありませんが、残念ながらあなたでは日向とやらには勝てぬでしょう。とやら、つまりお前は私よりも強いと言いたいの。ではどちらが。まあまあまあ、その秘書喧嘩はもうええから。まあベルトラが言ったらことが終わるでしょうね。お前殺され密になったけどね。その密告とやら、勇気？あいつに会ったっけお前？全然覚えちゃいない。あ、待って、ハリーポッター、もう先生になるために当てたやつ、当てたっけ。あいつと会ったことあんだっけお前？全然覚えちゃいない。なんか来たよ。何今の精霊。耳良すぎやろ。なんちゅうリアクションかよ。なんじゃと？そんなラミナスが飛んできて、ポンってしまうわって言って、嘘じゃーってなるようなことなんですか？いやいやいや、なんないじゃないですか。何言ってんですよ。チェームス、チェームス。ならないですか？嘘じゃーって。リアクションが大きすぎやろ。おうおうおう。美味しいヘルスポーション作ってる。このリルムル帝国。バラバラバラビーパッピンバララチュ。寺島読めへんねんな。 R-O-M 美術協力クリエイティブフリークス。美術協力って一体どのような仕事されるんだろうか。ジベルドラってさ、ずっと人間の形のままなんだけど、飛びたいときはそりゃ恐竜になるやんか。戦いときは、戦いのときは果たしてどうなっていっちまうんだろうか。ラミルス、お前の言うことってそんなに信じなきゃあかんかな。信じなければいけないほどの言葉なんだろうか。皆さんご視聴ありがとうございました。これからもぜひご覧いただければと思います。かなりこれは面白いことにはなっていってると思うんですけど、まあ最初から俺は結構これ面白いと思ったんですけど、その続行ということで、まあちょっと魔王活動が気になりますね。あとベルドラ活動も気になります。ではでは、Until next time, goodbye! おおきに